こんにちは、アイルーです。昨日の動画での話にアンサーをくれた方いましたらごめんなさい。この動画はその動画の投稿前に編集してるので、現在は未だに問題は解決してない状態です。なので今回は iPhone8 の方で撮った動画です。調べてみると iPhone 自体が PC と相性良くないみたいなのに、どうして8で撮った動画だけいけるのだろうか。そう思っていろいろやってたけど、8の方はスマホの iMovie で編集済みなのが理由かもしれない。14は縦長だから、iMovie に対応してなくて、編集すると上下に黒い帯がつくんだよね。どうしても無理そうならそれも一回試してみたいところ。そんな話はさておき、今回はロリポップです。この編成は視聴者の方からいただいたもので、カスタムランはめっきり遊んでいなかったので感謝です。というか競技以外はにわかです自分。それでこのステージはクマゼリーが多くて、ロリポップと相性がいいみたいなので、宝物はクマゼリー系とエンジンにしてみました。多様性のあるクマゼリーが配置されてるので、全クマゼリーに対応してる、ビーンズとテディを入れてます。クマゼリーを回収するたびに、ロリポップ能力と、ビーンズとテディの能力が発動して、スコアがっこがっこ儲けまして。あ、なんか今日めっちゃ散歩行く気分かも、後で行こう。それで回収効率を上げるために速度を上げたくて、そのためにエンジンを入れてます。また、キランはステージごとに、移動速度が違ったりしますが、このステージはなんかめっちゃ遅く感じたので、編集で倍速にしてます。カスタムランはステージ速度も上げれるので、そっちで上げとけばよかったんだぜ。ステージ速度を2倍にして、編集でさらに2倍する、それが最高速度というわけです。256倍速くらいすればうんちしてる動画も投稿できたりするんでしょうか。4D っていうのは以前流行ったけど、倍速動画からも匂いってするのかしら。キラン動画は全部甘そうなんだぜ。そしてバトン後はニンジンを入れてます。ニンジンは全てを凌駕する。そんなわけで昨日はインスタの方でストーリー更新して、視聴者のみんなが何のスマホ使ってるか市場調査をしてたんですが、中学生の子が3000円のスマホ使ってるのが印象的でした。でもいい意味でネタになるし、なんなら中学の時に自分スマホも立ててもらってなかったし、インスタできるなら十分なんだぜ。ていうか月額が3000円なだけなのかな。自分も iPhone14 月額4000円くらいだけど、ほんとなんで分割なのか、これがわからない。半角にしようと F8 を押そうとして、F9 を押してしまった後に F8 を押すとこうなる。そんな基礎的なキーボード知識はともかく、本当に色々調べまくったせいで、無駄に動画のフレームレートとかに詳しくなり、知ってますか？ CFR と VFR があるの。VFR が可変で、CFR が固定なんですが、可変フレームレートの動画を、対応してない編集ソフトに入れると訪れするみたいです。まあ自分のは編集ソフトに入れる前から訪れしてるんだけど、iPhone の動画は可変らしいから、それが合わないなら Windows は固定なのかな。でも編集ソフトによってはちゃんと再生できるんだよな。訪れした状態で入れても、訪れしてない状態で再生される。再生されるんだけど、出力するとこうなる。怖いね。ホラーかな。これは多分動画が縦長なのがダメなせいかな。でも画面サイズそのままで出力できるソフトもあったりして。それは基本有料のやつで、無料だと少しあったからダメなんだけど、なんかここ3年くらいで一番努力してる気がする。そして空虚な気持ちになる。でもいい感じにストレスある方が、気分晴らしたくて散歩に一気になったりするのかも。普段も抑うつ的なストレスあるけど、それは自分の一部だと受け入れちゃってるからね。ああ、なんで縦長画面なんだ。縦長画面で喜ぶ人おらんでしょ。具体的にどういう分野で役立つのかな。自分のスマホだけ縦長画面じゃなくてしてほしい。縦持ちの状態で上下に黒い帯入ってていいから、そういうモードが欲しい。一応、ヤフー知恵袋でも相談してみて、あそこはバカにされてるけどちゃんといい人もいるんですよ。2年くらい前に缶コーヒーを飲みっぱなしにしてたら、中に変な個体誕生しててめっちゃ臭かったから、写真撮って知恵袋で聞いてみたら、大豆と缶コーヒーの成分がうんぬんでできたものだって、答えてもらえてスッキリしたもん。今回も有識者の方に答えてもらえないか、いろいろ調べながらも待ってます。質問選手権があったら上位に入れそうなくらい、質問が丁寧なのできっと答えてもらえるはず。質問の丁寧さって文章のことじゃないんだよな。情報をちゃんと全て提示してることが大事なんだぜ。プラスアルファで感情を乗せて、答えたくなるようにするんだぜ。気持ち悪いくらい丁寧なのにほぼ丸投げな質問文は、相手の気持ちが分かってないよね。利用してやろう感がすごい。編成が複雑なゲームの公式ディスコで、いろんな質問に対して編成考えてる人の答え見てるとそう思った。あと最近自慢みたいに iPhone14 って言ってるけど、ずっと8だったから許してほしい。ニートの僕が変えたのも2年以上動画投稿続けて、見てくれてる皆様がいるおかげです。ありがとうございます。正直、ご同時だからバイトすれば3ヶ月くらいで買えるんだろうけど、自分はバイトなんて大それたことできないので、助かっております。じゃあバイトより楽かというと、多分普通の人からするとそうでもなくて、持ちつ持たれつって感じです。それじゃああと3年くらいお金貯めて、次の PC を買いましょうか。そんな生活も悪くないね。このステージの終盤パンケーキステージで楽しいですね。パンケーキステージは楽しいですからね。人参能力で吸い取れた時の気持ちよさ。それでは今年も1年よろしくお願いします。あ、そういえばこの前アイルーは文字の打ち間違い少ないねってコメントもらったけど、そういう細かいところ見てくれるの好き。おつぶた様でした。のし。